アメリカの労働省が発表した先週1週間の新規失業保険申請者数は19万9 0人で、前の週から大きく減少しました。新型コロナの感染拡大が本格化する前の水準も下回り、52年ぶりの低水準となりました。先週1週間の新規失業保険申請者数は前の週から7万1 0人減り、市場予想も下回りました。 また、失業保険を継続して受給している人の数は204万9 0 0人と2週連続で減少しました。この結果を受けてバイデン大統領は声明を出し、歴史的なペースで経済は回復している、ワクチン接種のキャンペーンなどで仕事に復帰する人が増えたとアピールしました。